はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画でーす。今回はですね、ギネスビール、のギネスの、瓶のバージョンね、買ってきましたんで、こちらをレビューしたいと思います。ギネスのね、エクストラスタウトという名前のやつですね。値段が確か280円ぐらい。スーパーで売ってました。原材料が麦芽とホップと大麦とですね。麦芽とホップと大麦。容量が 330ml。原産国がアイルランド。輸入者が、キリン株式会社。キリン麦酒株式会社。アルコール度数が 5% です。缶のギネスは、アルコール度数 4.5% だったんですけど、こっちの方が 0.5% 上がってますね。はい。ということで、飲んでいきましょう。ギネススリムグラスに注ぎまーす。そんなに泡は立たないですね。立っても泡が結構粗いですね。はい。よしと。それでは乾杯。こっちの方が苦い。香りが強いのと、ギネスビールの、黒ビールの、特有の、ほろ苦さが、結構あります。缶のやつはね、あんま香りがなくてね、黒ビールらしさもあんまり感じなかったんですよ。それでいて結構炭酸も強いです。実際に飲んでみたら意外と強いです。こちらは、コクは、そんなないっすね。コクもね。コクはそんなにない。ただ、ほろ苦さと、香りは、缶のギネスよりは上ですね。結構炭酸強いわ。意外にも炭酸が強い。口の中がね、ボワボワっとしますね。炭酸で。これはあれでしょうね。一般的な、黒ビールって感じ。日本でも売られてる、各社からね、キリンとかから売られてる、黒ビール、あると思いますけど。その、味ですね。うまい。んだけど、コクがあんまりない。結構サラッとしてる。コクがサラッとしてる。重くはないっすよね。軽いっすね。黒ビール。黒ビールっつって、あれやけどな、コク、いろいろ出てるけど、エビスの黒とか、プレモルの黒とか、出てますけどね。多分俺が飲んだ中で一番黒ビールでガツッと来て重いって感じたのは、有名なね、スタウトビールの、これなんだっけ。ミノービールだっけ、あれ、イノービールだっけ、なんだっけ、これ。ミノービールか、ミノアビールじゃなくて、ミノービールだったっけ。
これ読み方がわかんねえんだよな。うん。ミノービールだっけ？これ大阪のだよね。大阪のあの黒スタウトビール。ミノーですね。ミノービール。大阪府のミノー市のビール。これ地ビールですね。これくそ、濃かったな。確かに値段、一本さ、350円ぐらいするけどさ。くそうめかったな。確かに。それに比べると、結構あっさりしてるなって思いますね。うん。まあ、エビスビールの黒とかありますけど。まあ、エビスビールはそこそこありなんやけどね。うん。あと他あったかな？ああ。うん。まあ、もうなくなってしまいましたけど、朝日の、黒ビールの、黒生ってのありましたけど、あれクソうまかったっすよね。うん、そこそこやっぱこれ苦いっすね。うん。結構。うん、苦い。あと、越後ビールのスタウトとかも美味しかったですね。思いがあるね。ああ。ああ。あと、いわゆるこの、ギネスビールと同じく、イギリスの黒ビール。黒ビールってか、あれか、スタウトね。だから黒ビールじゃないんですよね。これで言うと怒られちゃうんですけど。製法が結局、スタウトってこれと黒ビールってのは全然違うんで。うん。結局、常明発酵っていう、発酵方式なんですけど。普通のやつは、一般的なやつは、仮面発酵なんですけど。こっちは常明発酵なんですよね。何が違うかっていうと、温度、発酵温度が違うんだよね。常明発酵は、結構強めの温度で発酵させるんだけど、仮面発酵っていうのは結構低温で、発酵させるやつなんだよね。うん。確かそう。外国の 500cc のさ、酒屋？高級なスーパーとかにも売ってるんだけど、あれどこだっけ？なんとか医師、なんとかなり医師。正常医師か。正常医ね。正常医の医師さんね。はいはい。正常医師にも売ってるんですけど、外国の、イギリスの、ここはアイルランドだからアイルランドですね。まあ、イギリスっていうかアイルランド。アイルランドの、スタウト？もういくつか売ってるんですけど。あれで結構有名なのがあるんだよね。うん。画像検索しても出てこねえ。
か。あの、特徴的なのは 500cc で入ってるっていう、缶の 500cc で入ってる、スタートビールなんですけど、俺以前飲んだんだけど。あ、うまかったっすね。ちょっと、出てこないんで。まあいいや。ミノービールのスタウトはすっげえうまかった覚えある。あれは、くそうまかった覚えあるな。うん。ということで。うん。なんかね、こっちはね、口当たりがやっぱり結構トゲトゲしいのは感じはしますね。うん。うん。まあ、缶のやつはすげえ口当たりまろやかなんで。これも甘みもないですね。香りはまあ、香りはあるか。うん。うん。まあ、美味しいですね。確かに。やっぱり。2244です。ご視聴ありがとうございました。